こんにちは、あともです。今回はですね、低身長さんにおすすめなユニクロおすすめ5選やっていこうと思います。今回はですね、僕、あともと森ちゃんでやっていくんですけども、はい、お互い低身長というコンプレックスを抱えておりまして、僕が身長161センチで森ちゃんが169センチになります。まあ僕たちが低身長目線でユニクロからですね、おすすめを5選絞ってきたので、ご紹介させてほしいなと思います。僕たちを知らないっていう方もいらっしゃると思うので、僕たちは普段こんな感じでコーディネートを組んでおります。お互いこんな感じで系統が違うんですけども、お互いの良さとかがあるので、そういったところの観点から、まあ、おすすめご紹介していくので、ぜひ参考にしてみてほしいなと思います。はい。あとむ、風邪ひいて、大丈夫ですか？テンションが低いんです。すいません。ユニクロ GU。はい。ちょっと今回、多めに見てください。頑張りましょう。はい。はい。それでは動画、やっていきましょう。どうぞ。よし、やっていきますか。森ちゃんは何個ありますか？僕は3つですね、うん。はい。僕は2つです。はい。じゃあ、森ちゃんからお願いします。はい。はい。ということで、今回、まあ、大物からまずいきたいと思います。1点目はこちら、はい、ユニクロ U、秋冬に出た、うん、レディースのステンカラーコートです。おー、大物だよね。安くなりましたね。はいはいはい、今、4990円。うん。確か半額だね。なんか、12900円ぐらいだった気がするんですけど。うん、今狙い時ですね。ということで、おすすめします。はい、今回おすすめなところが、まあ、3点ありまして、はい、まず1点目、圧倒的コスパ。コスパだね。やばすぎ。そうだね。半額以下ですか。結構これメンズでも着れるので、いやまさかこんなに残るとは思わず。うん、結構コスパ高いです。もうそれだけです。で、2つ目なんですけど、まあ、今回色展開、ちょっと僕好きで、定番のブラックとかベージュ、とかとはちょっと違うカラーなんですよね。ブルーは緑、グリーンがちょっと入ったようなブルーで、これもまた独特なんですけど、そんなに合わせづらくはないですね、これ。っていう絶妙な色で、ブラウンに関してはちょっとチョコブラウンみたいな、なんでしょうかね、ショコラみたいな。うん、あんまりない色だな、こう、2つ。合わせるのは簡単で、本当にモノトーン合わせるでもいいですし、まあワントーンで合わせるでもいいですし、ブルーだと僕はマスタードとか結構相性いいかなと思ってます。まあ、ブラウンはなんかいろんな人が説明してるんで、まあ、ベージュとか、まあ、マスタードもそうですし、オレンジとかいろいろ合うのかなって思いますね。カラー展開すごい独特でいいかなと思ってます。じゃあ3つ目なんですけども、まあ、ディテールとこのシルエットですね。やっぱりユニクロ U なんで普通のコートと違ってもう完全にカジュアル用に振り切ってるんで、ちょっとレディース特有のこの A ラインっていうのが低身長的にはすごく綺麗に見えるかなと思うので、そう広がりなコートっていうのと、ここネック止められるんですよね。今流行りじゃないですか。あ、ここすごいいいなって思うので、この襟周りがちょっとペタンと出てて、襟が大きいのも可愛いですし、これを立てることもできる。2way で楽しめるっていう点で、まあ普通にこの値段だったら買いなんじゃないか。まあ、今ユニクロ U もいろいろコート春夏も出るっていう予想はありますけど、まあ、それと比べて全然こっち安いからこれでいいやって多分なると思うんです。特にブルーは着やすいと思うので、すごいおすすめです。はい、ありがとうございます。あともさん、何かありますかね？そうですね、まあ、自分もコスパでおすすめってところですかね。安い、うん、安いっていうところかな。安いですね。そうね、まあ、結構、うん、コート着とけばとりあえずかっこよくなれるので、うん、そういう点で、まあ、一番目に持ってきたかったんですよね、うん、在庫なくなる前にまだ S サイズあるので、これ結構袖が広くて最初着られてる印象に見えるんですよ。袖絞れる、そうですね、絞れるので、ここ絞るだけでも結構印象ってすっきりしたり、まあ、春あったかくなった時はもう腕まくりしてください、コートで。結構かっこいいんですよ、ラフに腕まくる。まあ、丈としては本当膝丈ぐらい、まあ このぐらいですかね。そうね、まあ綺麗に A ラインでよくバランスも取れるぐらいだから、まあ、これメンズの21SS ぐらいのやつだけど、そうですね。でもレディースのやつもこれに近しいような感じの綺麗な A ラインなので、低身長でもそんなになんかめちゃくちゃ着丈長くてとかっていうのないので、まあ着丈も S で104センチとかだから全然挑戦しやすいですね。ということで1点目はユニクロ U 秋冬のステンカラーコートでした。はい、ありがとうございます。続いて僕からのおすすめがですね、こちらスウェットカーディガンになります。なんかどっかで見たことある。ですね、ユニクロ U の復刻版ですね、多分。あら、多分っていうか絶対そうです。似てますよね、めちゃめちゃ。超似てるんだよな。まあこちらのアイテム、良い点が僕3つあると思っていて、はい。まあ1つ目が、まあしんべヱ着心地が良くて、まあ着丈も長すぎなので低身長にも合わせやすいっていうところがすごくいいっていうところです。で2つ目なんですけど、レイヤードだったりシンプルに T シャツやシャツとの合わせ、まあいろんなコーディネートに使えるよっていうところがすごくいいところですね。で続いて3つ目良さが、まあ、素材感に張りがあって綺麗なアイテムだから子供っぽくもなりにくいっていうところで、低身長観点でもすごくおすすめっていうところになります。はい、はい、着心地がいいっていうところなんですけど、まあ、シンプルに、まあ、結構カーディガンとかってさ、まあ、ラムウールとかだからウールの素材とか結構多いじゃないですか。なんですけどそういったので、まあ、チクチクもしないし、そういったところが苦手だっていう方にもすごくおすすめだったりします。動きやすいですね。そうですね、まあ、あとはちょっと今回のやつポケットがないタイプなので、比較的こうクリーンに合わせられててもすごくいいところかなと思ってるし、まあ、あとはもうレイヤードですね、まあ、そこをですねコーディネートの幅が広げられるっていうところマッチでめちゃくちゃいいです、まあ、僕の画像ちょっとこれコーディネートちょっと今回ちょっと自信はないですけどこういった感じで V と V のね合わせのレイヤードとかしてあげてもめちゃくちゃかっこよかったりするし、挑戦的ですね。なかなか上にねスウェットカーディガン着てあげても普通にいいし、結構幅広く使えるんで。堀ちゃんなんかありますか？そうですね、やっぱりユニクロスウェットめちゃめちゃいいんで、まあ、こういう表面感綺麗なスウェットっていうのは一番得意なところだと思うんで。いやほんと綺麗だよね。そうですね、なんか展示会、ユニクロの展示会行かせてもらった時に普通にユニクロのその社員の人がもう普通にこのコラボとかの時からそしてデザインのインスピレーションはいただいて制作してますって言ってたもん、普通に、だからもう、まあ、そういうことですね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いては森ちゃんお願いします。はい、じゃあ僕がおすすめするアイテム、またまたユニクロ U なんですけど、はい、プレミアムラブリブ V ネックカーディガンです。おい、これもまたセールです。これはすごい安い、今いくらだと思いますか？1990円、めちゃめちゃ安いです。安い、まあそれには理由があって、もうサイズないんですよ。そうです。なんかもうグレーは完売している、ダークブラウンはこれめちゃめちゃ小さいんですけど XS、まあ、着れる方はいいんですけど、まあ XS しかなく、ブラックはなんとか XS と XLXXL。 俺ら着れないじゃんって思いません？いや、今回のカーディガン着丈がちょっとなんか他のカーディガンに比べて異様に短いので、結構ここで買うの迷ったっていうのが多くて今売れ残ってるんですけど、逆にですよ、サイズアップできるんですよ、その着丈の違和感分っていうので XL、まあ、着れる方多いんじゃないかなって思うので、結構なんだろう、安易にサイズアップしてもいいタイプのカーディガンで、まあ、ちょうど今何日だ、まあ、1月の終わりぐらいなんですけど、急に寒くなってきたんですよ。大寒波到来ですからもうマジで今日撮影してる今日、こんにちは、はい、もう冬がやっと来ました皆さん今まで10度そのせいで風邪ひいたんだ俺東京ずっとなんか10度ぐらいとかポッカポカだったんですけど、いきなり0度とか1度なんで、もし最近寒いなと思った方はもう今すぐここに書き込んで、とりあえず2000円で普段のまあ着てる T シャツニットの上に羽織って、その上にダウンかコート着るだけでも数段暖かくなりますっていう意味と、まあ、普通にかっこいいよっていう2つでおすすめしてます。普通にかっこいいね。はい、俺が欲しいもん普通に寒すぎて。ブラックなんで使いやすいですし、ね、地味にやっぱりこれ結構過小評価されがちなんですけど、ウール 100% ですから、ね、そう偉い、そこが偉すぎる。本当に普通に高いですからね。高いよ、ウール100を2000で買えるわけがないだってインラインのラムウールよりもちょっと 1.5 倍ぐらいの厚みもあるし、まあなんか普通にそう。しかもさらにこれのいいところが V ラインも高くなってるんだよね。そうすることによって、まあ、子供っぽくも減少するし、そこもいいんで、ちょっと上品さと大人っぽくなるから結構、はい、だからジャケットとかの合わせとかとこうウールのコートとかと合わせてレイヤードするとかめちゃめちゃかっこいいんだよね。確かにそう。まあなんかネクタイちょっと締めたくなりましたね。そうね、ネクタイコーディネート好きな人にもすごくいいし、意外とありっていう感じですね。でということでおすすめはプレミアムラブリブ V ネックカーディガンでした。もう残り在庫少ないんで、ありがとうございます。お早めに。いやこれでいいんだよな、なんか引きするけどマジでいいんだよな。あー次いきます次。はい続いて僕の最後のおすすめはですね、こちらライトウェイトスウェットシャツ長袖になります。これはですね、もう未来系になってしまうんですけど、まあ、ユニクロ U がですね、2月10日に、やってきます。そこでですね、ライトウェイトスウェットシャツっていうアイテムが発売されるんですけど、まあ、それがね、すごくおすすめってことで、もしスウェットをね、買いたいなって考えている方は、ぜひここまで待ってほしいなって思います。はい。でも結構前の動画でも語ってましたね。そう、めちゃくちゃ語った。もうユニクロ U の動画出したんですけど、そこでも語ってるんですけど、もう同じようなことになっちゃうんですけど、まあ、簡単に2つあります。はい、まあ、シンプルに素材感が良くてデザインもいいっていうところ。で、2つ目、良さが、まあ名前の通りライトっていう名前が入ってて、まあ、その軽くだったりというか薄めに作られていて、そこが嬉しいポイントっていうところですね。どんなところなんですかね。で、まあ、その軽めや薄めっていうところに関しては、まあ、基本そっかスウェットってさ結構厚めに作られててさ、確かにそう重ね着、例えばテーラーのジャケットだったりとかさ、まあ、春のコートが着て着膨れとかちょっとしちゃうとか結構 ないからみんな。確かに俺結構あるんだよ、うん、結構かすめにバレリアのするから、そういう時になんかそのあんまり着膨れしなくてさらっとなんかローティー感覚じゃないけども、そういう感覚で着れるようなスウェット欲しいなと思ってて、そこでちょうどこうユニクロ U が提案してくれたんで、あめちゃくちゃいいなっていうところで、すごくいいなと思いました。確かに。あとは色展開も5色ぐらいあって、まあ、その中から幅広くピンクとかも、ね、すごく綺麗な色だし、中間色だからさ、大人の中でも合わせやすいんだよね。それがめちゃくちゃいいっていうところです。サッカーでいうとボランチみたいな。いやマジでそうなんだよ。あ、そうなんですね。当たったらしいです。ボランチとかトップ下。確かに、はい、僕トップ下やってた。え、そうなんですか。雑魚だけど。あ、雑魚なんですか。雑魚だけどはいでしたね。でまああとは素材感が良くてデザインってところに関しては、まあ、概要欄はやっぱ気合を感じたよね。森ちゃんも話しかけてね、めちゃめちゃ長い。隙間の糸を 30% 梱包して表の素材をねこう綺麗にさせようっていう意識もすごいしっかりとあるし、あとはまあラグランのねデザインとか多かったけど、なんかこれに関してはフリーダムスリーブって言って肩の形に沿ったような、まあ、デザインとかになっていて、そういったところのデザインのこだわりっていうのもすごく感じるし、まあ、すごくいいなって思うアイテムですね。前までユニクロってなんか説明欄とか上質なコットンを使った上質なミニマルライフウェア何が言いたいのお前みたいな多かったんですけど、最近結構書いてくれますね。そうなんですよ、ありがたい。そうしかもまあ2990円でね、3000円以内で、まあ、これらの気合が入っているような感じだったりとか、まあ、アイテムの提案もしっかりしてくれるところがマジでいいなって思いましたね。やっぱこの値段死守するために、でもクオリティ自体は下げたくないっていうところで探したラインがここだったんでしょうね。ちょっと軽くすることでコスト自体は下がるけど、見た目感はやっぱり妥協してはいないんじゃないかな。そうね、妥協ないと思うねっていう期待感の高さ。白と黒はめちゃくちゃいいと思います。おお、そこら辺はやっぱベーシックに使えるし、なんかいろんな幅使えるし、まあ上級者の方はピンクとかね黄色みたいな色とか選んでコーディネートしてあげるみたいな、めちゃくちゃ変わるしね。確かに。ということで、はい、以上になります。はい、続いて森ちゃんお願いします。はい、じゃあ僕が最後おすすめするアイテム、はい、結構これ知ってる人いるかな。こちらです。ラウンドミニショルダーバッグです。おお、俺はあんま知らないけど。あ、そうですかなんかちょこちょこ SNS とかでバズってるとかなんとか。あ、そうなの。まあでもちょこちょこ見かけはします。女の子じゃんって。あ、まあでもメンズでも俺使えるかなって思ってるので。ああ、そうなんだ。まあまあ確かに、まあ、これは本当に春に向けてっていう感じだったんですね。まあ、最初にその春に向けて逆になんで冬今までおすすめしてなかったかっていうと、やっぱりコートに対してちょっと市場が小さすぎるかなっていう。ああ、まあそうね。なんか今やっぱデカバッグとかショルダーバッグっていうのが流行ったんで、そうね、ちょっとミニショルダーはちょっと冬とかだとまだなんか力不足かなって思ったんですけど。そうね、そうね、それめちゃくちゃわかる。でも春はやっぱりもうちょっと軽い装いなんで、そうね、っていう意味でミニショルダー結構活躍するかなっていうので今回選びました。まあいい点、まあ、2つあるんですけども、1つは結構取り回しの使いやすい容量ということで、ちゃんとこれマッチついてるので、まあ、しっかり物入るんですよ、ちゃんと。そこはやっぱユニクロですね、うん、で結構安いですねこれ。そうですね。手を入れて、でまあ2つ目いいところっていうのが、これ意外と見た目可愛くて、見た目の表面感がちょっとなんか脂肪感がある化繊でできていて、ちょっと中綿入ってるんですよ。最近結構パレットのバッグ見ません？見るね。本当だとウィーゴーとかめっちゃ入ってる確かになんかキルティングも結構多いと思うんですけど、女の子とかほっと多い。多分そことはちょっと違った流れでのパレットのバッグで、やっぱり見た目の高級感というか、ちょっとファッションアイテム感は結構出てるのかな。他のナイロンのバリッとしたナイロンキャンバスと違って、そこの差別化って出るのかなって思います。爪はもうブラックとナチュラル2択ですね。1択じゃない2択ですね。そうね、ピンクとか水色がちょっと難しすぎるね。なんかちょっとまあ春意識したとは思うんですけど、結構そうね、白と黒だな。ミッドっていうか、なんか俗に言うユニクロっぽいカラーになってしまう、合わせ的にはなってしまうこともあるのかなっていうので、この脂肪感がうまく生きるホワイトと、まあ安定的に使いやすいブラックがやっぱりおすすめかなって思いますね。これについてないですか？そうね、個人的にはね、このね女性が合わせているようなコーディネート合わせるんじゃなくて、シャツスタイルに合わせていきたいと思う。あーわかる、うん、めっちゃわかる。なんかね、セーターとかスウェットに合わせるとちょっとね体型がこうめっちゃ出やすいかなと思っちゃうから、個人的にはこういったなんかリラックス感のあるようなシャツとかと合わせた方がかなり雰囲気が出せると思います。なので白とか黒をこの辺のシャツとかと合わせるとか、もしくはまあスウェット単体じゃなくて厚めのこういったジャケットとか、こういうの着てるんだったらね、そういうの言ってもいいけど、なんかスウェットとか違うんだよな、この。多分ですけど、ラウンドしてるんで結構丸い雰囲気、優しい雰囲気、可愛いらしい雰囲気っていうのはつまりカジュアルに繋がっちゃうんですけど、っていう意味で、なんか多分その、見てて思ってたのが多分、行楽日和みたいな感じ、ちょっとピクニックっぽい感じ、雰囲気としては。ってなっちゃってるのかなって思って、だからシャツとかっていう大人っぽいアイテムとかと合わせるとちょうどメンズだと中和できるのかなって思います。やっぱ女性的なのでシルエット自体はっていう感じですかね。なんかめちゃくちゃイメージできるな。きれいめなシャツに今の俺のこのタオルの感じにちょっとなんか M47 みたいなさ、パンツに黒のバッグとかナチュラルバッグとかって歩いてるのなんか想像できるけどね。中目黒とか行ってコーヒーをっていうパクリを今やりました。はいはいということでラウンド以上です。ラウンドミニショルダーバッグでした。1500円、安い、すごくいいと思います。はい、以上がですね、低身長目線でおすすめするユニクロおすすめ5選になります。今回はこんな感じをやりたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。以上、あずむでした。森でした。水が垂れ切ってます。やばギリギリ垂れた。To close the door, been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away.